ヨアヒム・パイパー、ヨアヒム・パイパー、ヨアキム・パイパー、1915年1月30日から1976年7月13日は、ナチス・ドイツの武装親衛隊隊員。最終階級は、SS 大佐。ヨヘン、ヨハンの愛称で呼ばれた。パイパーは、1915年ベルリンの軍人家庭に三人兄弟の、三男として生まれた。長兄。 ハンス・ハッソは1931年に自殺を図るが意識不明のまま1942年に死亡した。時系ホルストも SS 士官となり、第三 s s 装甲士団の偵察大隊長になったが、1941年に同性愛疑惑をかけられて自殺した。陸軍士官でアフリカやトルコでの勤務経験があった父ボルデマールの影響から軍隊に憧れていたパイパーは、 1934年、19歳で、新英隊特務部隊へ志願。入隊後、選抜されて、SS 士官学校へ入校し、卒業後は、SS 少尉に任官された。パイパーは、SS が理想とする模範的なアーリア人種であったため、1938年には、新英隊長官ハインリヒヒムラーの副官を務めた。パイパーは1938年に、 ライプシュタンダーで SS アドルフ・ヒトラー連隊の第11中隊長となる。同連隊は第二次世界大戦にポーランドに出陣した。1940年、西方電撃戦で一級鉄十字章を受章。1941年、ルザ連隊は旅団に拡大。バルカン、ソ連に転戦する。1942年にルザは師団に格上げされる。 1943年にパイパーは、新衛隊少佐に昇進、第 2SS 総攻的弾兵連隊第三、大隊長に任じられる。2月の第三次ハリーコフ攻防戦で、騎士鉄十字章を受章する。同年7月には、ベニートムッソリーニ政権の崩壊したイタリアへ行き、北部において、イタリア軍の武装解除、平定を実施。この際にパイパーはある。 ユダヤ人を助けた。イスラエルに逃れた。彼は戦後、パイパーの裁判で弁護をした。9月には指揮下である第14中隊の歌手カー2名がイタリア兵に連行され、オットー臨世親衛隊中尉、SS オーバースターンフリーラと人生に連れ戻すように命令したが、ボーベス村で待ち伏せされ、第3大体総力で救出に向かう。しかし、 ここでも待ち伏せを受けたパイパーは村に砲撃を行い、臨ス SS 中尉と可視官2名を脱出させることができた。この砲撃によって民間人33名が死亡し、これが戦後の裁判でパイパーが死刑宣告を受ける第二の理由となる。12月には SS 第1戦車連隊長、ドイツ軍最年少の連隊長に任じられる。 イタリアでの選考により1944年1月27日に白洋付き私鉄十字章を受章し、同時に新英隊中佐に昇進。6月の連合軍のノルマンディ上陸作戦直後、SS 第1総攻士団ルザはカーン戦区に投入さ、イギリス軍と激戦を繰り広げる。特に前線突破を目指す連合軍のではで巧みな防衛戦を観光。艦航 80両もの戦車を撃破し、連合軍を敗退させる。その後、ファレーズポケットで包囲されるも脱出に成功し、ドイツ本国で部隊を再編成する。同年12月のアルデンヌ構成では、先方部隊として、米軍陣地を突破することを期待され、特別編成の SS 第1戦車連隊の4号戦車、V 号戦車パンター契約70両、 第 501SS 重戦車大隊第1、第3中隊の6号戦車 T ガー2に重量の、ほか、SS 第2装甲敵弾兵連隊第3大隊、SS 第1装甲後兵大隊第3中隊、SS 第1装甲砲兵連隊、第2大隊、空軍第84突撃降車砲大隊からなる、戦闘弾を指揮し、アントウェルペン攻略を目指す。 この時の選考により1945年1月11日に白洋剣付機施鉄十字章を受章するが結局パイパーは米軍の頑強な抵抗と燃料不足、遊軍との連携不足により米軍に包囲され重装備を廃棄して撤退する。作戦行動中にパイパー指揮下の部隊が捕虜のアメリカ兵多数を殺害するマメリ虐殺事件が起きた。これが 戦後の裁判で死刑宣告を受ける第一の理由になる。1945年に入ると SS 第一装甲師団はオーストリアに迫るソ連軍に反撃すべくハンガリーに送られ終戦まで同地からオーストリアにかけてソ連軍と戦う。終戦によりザンクトペルテンで師団ごとアメリカ軍に降伏し武装解除を受ける。 第二次世界大戦後、パイパーは、丸ディ虐殺事件への関与の疑いで、他の武装親衛隊員と共に裁判にかけられ、公主刑による死刑が宣告された。しかし彼は、銃殺を希望し、それが認められている。丸ディ虐殺事件の被告の多くは、死刑から減刑され、懲役刑に服することとなった。パイパーは11年6ヶ月の刑期の多くを、独居房で過ごし、 1956年12月31日に仮釈放された。パイパーは釈放後、ポルシェやフォルクスワーゲンに勤務したが、いずれも日な地下で球断されて、短期間で退職に追い込まれている。後に、フランスの国家主義者、ゴーティへの支援を受け、偽名で、フランス王とイコールソーヌ県のトラベスに家族と引遁し、そこで翻訳家として生活した。しかし、 1976年にフランス共産党活動家の店で小切手を使用したことから身元が露見し彼を求断するチラシが近隣に配布され7月14日に殺害する予告がなされたフランス政府から7月14日のパリ祭り当日までに出国を命じられたその前日の7月13日夜自宅に火炎瓶が投げ込まれパイパーは焼死した 家族は事前にドイツへ避難していたため無事だった。実行犯は特定されなかったものの、フランス共産党活動家の犯行が疑われた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。